さあブラブラ YouTube ですけどね、今日は上野の東京都美術館で開催中話題のゴッホ展、はい、まあ、オランダのクレーラーミラー美術館からね、うん、素晴らしい作品がいっぱい来てましたけども、うん、皆さん印象に残った作品は。私黄色い家が可愛いなって思う。あれが可愛いよ、一番欲しいね、うん、俺は糸杉、糸杉、じゃあ譲りますよ。俺は黄色い家が欲しい。マリちゃんは黄色い家が欲しい。やめて、俺かぶった。矢作も黄色い家、どうしよう、他何かあったっけな。種まく人あったよ。ミレーとは全然違うね。そうね、あれ欲しい。意外と素描とかね、なんかうまいなと思っちゃった。素描は評判良かったよね。みんなに、そうそう、みんなにうまいとまで言われてたよね。なんかやっぱあのイメージがあるからさ、このゴッホの夏のグニャグニャってね、だからちゃんとこう俺ら上手って思っちゃいますよね。思っちゃったね、うん、まあでも良かった、うん、はい、皆さんもね、どれが欲しいか、はい、あのヘレネ・クレナメラのコレクションの話を聞いてるから、はい、自分たちもコレクターになった気で、いやいや、本当そういう見ちゃいましたけどもね、はいはい、そんな東京都美術館ゴッホ展響き合う魂、ヘレネとフィンセントは火曜日の夜8時の放送でございます。ぜひご覧ください。はい、そしてクイズです。来ました、はい、最近オギクイズ定番になってきた ね、 なんかね、クイズが急になんか定番になりましたけども、はい、今日ですね、入り口のところで、うん、ベレーネ夫妻が購入したゴッホ作品の一覧表があったじゃないですか。見ました、はい、見ましたよ。で実はあれよく見ると、まあそこにはいくらで購入したかまで書かれてたんです、うん、でそこで問題です、うん、今日見たの女の顔と糸杉と悲しむ老人の3つの作品の中で一番購入金額が高かったのはどれでしょうかということで、うん、あ、糸杉ほら結構最初のほら方だからまだ安いんじゃないかって、ね、1912年に買ってるからな。そうするとやっぱプレゼントしたじゃん。これもそれだと思う、ね、プレゼントはそんな高いの買えない、買えないプレゼントは高いの買うだろう。だよ、アントンだよ、アントン買うよ。アントンクレダーを誰だと思ってんだよ。プレゼントにそんな、こんな中で一番高いやつを買うわけないでしょ。いや、プレゼントだから一番だよ、いやいや、絶対そうだよ、絶対違う。小木がそこまで言うからね、絶対それだよ。早く正解言ってくれよ。じゃあ正解発表いたします。正解はこちらです。だろ、やっぱそうだよ、はい、こちらもう、はい、1900万もするので結局糸杉でも1400万、まあね、糸杉1400万なら俺借金してでも買うよ、まあね、これくらいと買うね、今ならね、買うよ、でこっちも買うでしょ、80万これ80万、うん、まあ、妥当、まあ、まあ分かるよ、妥当って言ってもすごい、この買絶対買うな、なんかね、うん、悔しいわ、あんなに俺が違うって言ったのに。はい、ということで皆さんも展覧会会場に来たら入り口にある一覧表をぜひ忘れずにチェックしてみてください、はい、はい。